生まれたばかりのチュラダネの子羊ちのみ子羊とは、まだ授乳中の子羊である。レチェゾという用語は、カスティーリャイレオン州、カンタブリア州及びドゥエロ川流域のカスティーリャイレオンのちのみ子羊で、土殺筋に体重1 2ラム以上だが1 3ラムを超えておらず、生後35日で母乳だけで育ったものとされている。他の地域では、ちのみ子羊は、 生後45日未満の授乳中の子羊で、基本的に乳を飲まされており、枝肉の重量は 8kg 未満である。古典的な種は、チュラダネ、カステリアーナダネ及びオハラーダダネと考えられている。スペインにおいて、これらの種の中でも、チュラダネが特に古いものである。原種は、オビスアリエスケルチカスである。チュラダネこれらは、非常に素朴な種で、 地理的及び気候的条件に完全に適応している。チュラダネとオハラアダダネの場合は、現在は白い毛で覆われているが、特徴的な黒い色素沈着が、頭部の縁位と四肢にある。これは、延伸色素沈着と呼ばれている。カステラアナダネの場合は、複色産業のために黒い部分を取り除くように、洗濯交配されている。 乳製品適正に分類されており、農家は主に乳製品の生産に利用するために、出産後20日から25日で子羊を母羊から引き離すと、目羊は羊入期に入るので搾乳する。血のみ子羊のローストの4つ九1997年以来、カスティーラ・イレオンの血のみ子羊の地理的表示保護の規則が定められている。肉はピンクがかった白色で、 母乳だけでックされ、他の餌を与えられていないことから強い匂いはなく、マイルドで、心地よい味がする。血のみこ羊という言葉は、血のみこ羊のローストのレシピを指すこともある。ありがとうございます。